かんないんだけど They are give me bread。 パン覚えたよ、合ってるかな。クリームパン、クリームパイ、 B 動詞いらない。え、でもね、教科書にはね書いてあったんですよ。そうやって教科書っていうか、これにはなんか書いてあったんですよ。なんかちょっと昨日のノート見せるんですけど、なんかね書いてある。とここなんですけど、これはこの赤い四角はね教科書のなんかそのまんまなんですよ。でなんか J イズか複数形だったら R で何々ってやると、なんかこのピンク色の部分がなんかまず主語っていうのが私どれってなっちゃって、なんかよく考えればちょっと思い出してきたんですけど、何々がとかが主語かってなって、なんかどこに主語を入れるとかなんかはってなってて、主語なんかややこしいよねこれ、見づらい J でもここに「あ」は入れるって書いてあったんですよ。でも多分本物の外人は入れないんだろうなきっと。11の、多分一番最初の授業レベル。アルファベットだけは書けるか、でも。頑張ってるのは伝わってくれる。やったわ。ここ、ほら。ちゃんと頑張ってます。あ、ディスク、ぜい。こう間違えたんだな。これが難しいよね。過去形か過去形じゃないかとかを見極めるのがむずい。FX やめてないですよ。なんか文覚えた。文、あ、じゃあなんか翻訳しますよ、私が。簡単なやつ言ってください。あ、でも無理か 無理か毎週教えればありがとうございます、やったー。何を言ってるんだよ、何を言ってるんだよ。延長、そうですね、1回だけ今日はします。あれ、タブ、あ、なんかいっぱい広告たくさんしてくれてありがとうございます。よし、延長できたです。よしと。あなたは何番目の鉛筆を使いますか？質問だから、使うってなんだろう。何番目っていうのもわかんない。だからまずね、数字が私書けないです。1しか書けないんです、まだ。スペルが覚えらんない。ワンは書けるんですけど、てかちっちゃいなこれ。ワン、ここからわかんないですもん。もうツーがわかんないんですもん。もうわかんない。曜日書いてみた。あ、でも曜日は書けるんですよ、実は。
呼び姉かけるガチで。月曜日。あ、でも火曜日むずいね。合ってるかな。ちょっと違うかもしれないけど、あ、そっか、さ、大文字。水曜日。あー、木曜日わかんないかもしんない。もう T がつくと思うんですよ。あ、サーズデイだ。でも、ちょっと待って。ちょっと飛ばそう。わかんない ちょっとわかんない。飛ばして。木金。あ、ちょっとちゃんとキャップ触れてない。あ、広告ありがとうございます。愛がみしこじゅく。おお、フライデー。です。ただ、木曜日は分かんないです。ああ、R 入ってないのか。ちょっと違う。こうか。ちょっとむずいね。え、サターって、あ、これでいいのかな。木曜日が分かんないですね。さ、中、あ、それ以外は合ってますか？え、土曜日まだ違う？わかんない。ああ、A が違うのか。変なの入った。こうか。わかんなかったな。日常生活に支障で出る出る出る。数字追いかけるってなんだ。え、なんか、なんだっけ、中学の時にここだけなんかピンポイントで覚えたんですよ。そう、それ以外はなんかまず文法はまず本当に分かんなかったから、分かんないってなってたんですけど なんかこれはなんか曜日っていうのはなんかものすごく重要で、なんとかかんとかって言ってる人がいて、あ、そうなんだってなって、なんか曜日はなんかすごい重要だって、なんか試験でなんか入試とかですごく重要だみたいなことをなんか誰かが言ってて、その時に確か、それでこれだけなんかパッて覚えたんですよ。そう、誰かが 月さっき間違えてたんだよな。なんかこんな感じだと思うんですけど、さっき間違えてた。こうかな。文集 あれ？違うかな TH は多いから、そう。クックは言えますよ。多分。多分クック言える だって英語じゃないし。日本語で曜日は書けますよ。日本語では書けますよ、大体。7の段。71が7。ちょっとこれ消しとくか。71が7。7に
十四、七三二十一、七四二十八、七五三十五、七六四十八、七六八、あれ？七六、七七四十九、七八五十六、七九六十三。何を間違えたかもわかんない。いやー、7の段、81が8、8に16、8、3、2、11、あ、8、3、24、8、8、3、8、4、4、波32、8、5、35、八六四十八、八八六十四、八九七十二、八七四十、八七五十六だ。八七五十六。でもよく考えれば九九なんてわかるじゃないですか。うん。だって逆にすればいいじゃん。だってさ、四波三十二がわかんなく、あ、八四三十、2が分かんなかったら4が32って言えばいいだけだしさ。まあ、ただ7波とかって言ったら、どっちも7の段も8の段も覚えてなくちゃダメだけどさ。うん。逆も分からなそう。いや、でもよしよ、なんかどっちかは多分ね、分かるんですよ。うん。ドラえもんの掛け算九九で習わなかった。え、わかんない。ドラえもんの掛け算九九？ドラえもん？でも、その代わり、私、皆さんがね、普通は知らないこと知ってますから。例えば、でっかい数とか、ちっちゃい数とか。言えますよ。無量大数まで言えます。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、あ、違う。なんか、それだ、そうやると1兆、10兆って言わなくちゃいけないから、そこは飛ばして、桁じゃなくて、億とか万とかだけ言っていきます。1、10、100、1000万、億、兆、計、外、兆、兆、交換、正、歳、極。豪華者、あ、葬儀。違う。一十百千万億兆計外外上上交換制裁国。豪華者、あ、葬儀。那由他不可思議無量大数。なんで書いちゃうんですか？ コメントで。でも言えた。多分合ってると思うんですけど。てか合ってるかみんなわかんないでしょ、これ。うん。合ってるか多分わかんないと思うんですけど、わかんない人もいると思うんだけど。カンニング、ちょっとカンニングしちゃった。ちっちゃい数はでもね、これよりちょっと苦手だからもう忘れてるかも。うん。もう、だいぶ思い出してない。文、理、申し、あ、もうこの後わかんない。骨、B、線、車。あ、この後わかんない。多分合ってると思うんだけどわかんない。仁、あ、仁愛。あ、でも忘れちゃった。なあ。忘れちゃってですけど。3.14、あ、円周率は分かんないです。英語は苦手ですね。英語はね、もう全然分かんない。うん。あ、パズドラはね、やってないんですよ。やってない。なんか、iPhone ゲームとかね、全然やってない。なんか、ハマれないですね。うん。言えなかった。
般若心経、ああ言えないな。般若心経、般若心経言えたらちょっと面白いけどね、覚えてないな。元素記号は分かんない、覚えてるかどうか。ちょっとは覚えてると思うけど。お経を教えてほしい。お経、私もね、分かんないですね。英語で数字を覚えろ。そうですね。そこは、なんていうか、書けるようになりたい。ステージでやるネタは覚えてる？ステージでやるネタ。なんだろう。ん？どのステージだろう。結構でも、覚えらんないんですよね。そういうのは。なんか飛んじゃうんですよ、覚えても。そう、人前とかでやるやつって。太陽系は言いますよ。水金地火木土天海、命がなくなったんですよ多分。いろはにほへと、いろはにほへと、ちりぬるを、わかよたれそ、つねならん、ういの奥山、けふ越えて、あさき夢みじ、えいもせず、えいもせん、んだっけ。なんかね、こういう変なのを覚えてる。NHK っ子だったから NHK っ子だったから。あ、けふ。けふって書いて、きょうって読むんですよね。そうそう。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。高き者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。神々、久々に言った。なんだお前、わかんない。NHK っ子だったから NHK っ子 こういうのは子供の頃から言えた。だからそう、これ子供の頃、小中学生の時覚えたやつだもん。 NHK っ子ってなんだ、学校行かないでずっと NHK 見てる子 学校ね、行かないでね、見てたんだよ NHK を。結構子供の頃はなんかテレビっ子だったような気がする。そう、そんな子いるの。超見てたよ。教育テレビ、 NHK 教育テレビっ子すげえ見てたから、なんか小学校の低学年の時はなんか結構勉強がね、なんかなんかそう見て、なんか先にそういうな感じのテレビでやっててるから、なんとなくわかるやつとか結構あった。あ、広告ありがとうございます。のっぽさん生きてた。私のっぽさんはね、時代的に知らないんですよ のっぽさんの時代じゃないです。放送大学、なんかね、なんとか講座とかありますよね。ああいうの見たらいいんだろうな。ゴン太くんとかわかんない。ワクワクさんは知ってる。ワクワクさんは好きですね。あ、そう、NHK にね、ちょっとだけちらっと出たことありますよ。所属先って山口敏太郎さんの事務所なんですか？そうです。そうなんです。マインちゃんもすごい見てた。ワクワクさん そうだね。テープで止めたがりますね。お、お母さんと一緒出演したことあります。おお、出てたんだ。じゃじゃ丸ピッコロ、わかんないの。あ、爽やか3組は知ってますね。すごい小さい頃やってました。
奇遇だな、俺もマインちゃん見てた。いやー、お、目覚ましテレビ、マジか。働くおじさん、ちょっとわかんない。なんだろう。お、お、な、なんか、なんかオファー来た。なんかお仕事の話が、ちょっと後で返そう。あ、広告ありがとうございます。なんか、今チラッとしか見てないけど。うん。